はい、皆さんこんばんは。こんばんは。そろそろおはようございますになるかもしれないですね。あ、本当ですか。ちょっとさっき見たら空が明るくなってました。ではおはようございます。おはようございます。朝日が昇る頃、私たちは現在NWCIDay2の模様をお送りしております。さあ早速バーンドピック来てますから見ていきましょう。第6試合目が、トルコ代表の BJK VS シアイス代表の HR のゲームとなっております。さあ、切り替えて見ていきましょうかね。まあ、BJK はここまでかなりホームの後押しもあって期待されてはいたんですが、1日目のところで勝ちきれなかった。そして先ほどブラジルにケチョンケチョンにされてしまいましたからね。そこのメンタルの立て直しというのが一つ課題になってくるのかなという感じがしますね。そして HR は勝ちましたからね。勝ちましたからね。まさかちょっと CHF に勝つとは僕は予想してなかったので、ここマジで混沌としてますよね、リーグが。今日何回混沌というのかね。いやいやいや、でもこれ恐怖のタイブレークが、この次がちなみに日本ですか。はい、そうですね。予定ではそうだったと思います。はい、予定ではこの次。そしてファーストピックピズ見せてますね。バンガ、ルブラン、カリスタ、グラガス、ジャンナヌヌ、ヘカリムとなっております。まあ、ヘカリムは当然のようにバンですね。そしてグラガスがバンされてるわけですから、セジュアニというのが一つ可能性としてはあるとは思うんですが、ただここまでの流れで、パースパイクを早めに持ってきたチームが勝っているんですよね。はい、ルブランクであったりリーシンであったりと、それはブラジルの INTZ だけではなくて CHF もそうでしたね。この BJK 自体もそういった構成が得意なわけですから、そしてセジュアニにしてしまうと若干パースパイクが遅れてしまいますよね。こういったところでセジュアニをピックしなかったのかなと。そしてセジュアニをピックされたとしても、ブラックシールドで重要なメンバー守ることができるということでモルガナを優先したという感じがしますね。そしてセジュアニも取りませんね。レクサイ、マオカイを取ってセジュアニを渡してしまおうという考えですね。ここ一つなんていうか、この大会の中でメタが生まれてきているような感じがしますね。この大会独自の地域のではなくて、それぞれの地域が特色を持ち合ってきた中で新しい考え方が生まれているような感じがしますね。さあそしてレンガを見せてますね。ほう、レンガ、BJK のジャングラーの方、レンガは全体のピックの中では3番目に多いチャンピオンだったはずですね。得意チャンピオンだと思います。ただそれも 5.4 パチが 5.4 以前の時にピックされていて、 5.5 以降は一度もピックしていなかったですね。おお、さあこの辺りどうなる、行くのかレンガ行くのか。そのレンガ行けば IWCI 初ですよね。初です。ここに来て本当にこの再開独自のメタが生まれたという。ああ、そしてルールですね。合わせますか。はい、合わせますね。僕はこれジンやグリーンウィングスを思い出します。あ、変えました。芝に変えましたか。ただ一つレンガを見せていたというのも何かしら意図がありそうですね。ここで HR がそのピックに惑わされることを期待しているのか、印象付けたのか、とも最後の段階で芝の方がいいと判断を切り替えたのか。あ、この 見せてるというのも一つなんか心理戦としてありますよね。ありますよね。取るよ取るよ取るよ、いいのいいのっていう。ここで一つレンガを印象付けておくことでバンピックのところで優に運ぼうという意図はありそうですか。ただ強気にベインを見せてますけど、グレーブス行きましたか。行きましたね。そしてスレッシュもロックインしましたね。となると HR ミッドレーンは AOE の CC に長けたチャンピオン、ここまでだとオリアンナをピックしそうな感じもしますが、それに対して BJK はどうしますか。いや、ガレン見たいですね。見たいですか。スマイト TP ガレンとかどうなんでしょうね。ヘカリムのカウンターとして一応ガレンは、はい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 、メレに対して非常に強いですからね。はい、ただヘカリムはバンされてますけどね。そしてバンブー、まあ、ミッ
このランプのピックゾーンであるのミッドはほぼ確実にルール。ジャングラーはどうするんでしょう。レンガーかセジュアニックか。いやマスターイン行きますか。ウディアですか。レンガーは2かない。さあウディアですね。なるほど、あの中段戦のコントロールといったところでランブルのウルトでスローがばらまける、モルガナのブラックシールドがあって相手の CC を無効化できる、ルルの MS アップもある、シビルの MS アップもあるといったところでウディールでも大丈夫という判断ですかね。そしてウディールであればレンガとは違って序盤から相手のジャングラーに圧力をかけに行くことができるといったところも特徴として違いがありますよね。いや最近本当にウディール復活しましたね。しましたね。ただ機能しているのはなかなか難しいんですよね。非常に難しいですね。敵のジャングラーの位置を正確に把握した上で圧力をかける、そもそもリバーからのガンクというのがそう成功するチャンピオンではないですからね。 おブラッドですか。オリアンナではないんですね。先ほどと同じように取りましたね。はい、ブラッド。ここまでの構成としては HR トップがサイオンではなくマオカイ、そしてサポートがスレッシュではなくモルガナでしたが、ただ HR 今日の CHF に勝った試合とほぼ似たような構成を見せてますね。似たような構成、はい。CHF に勝った時はミッドがブラッド、 AD キャリーがグレイブス、はい、でしたね。そしてジャングラーがグラガスでした。今回はジャングラーレクサイですが、その AOE のウォンボコンボというのを一つ核としている構成ですね。さあどうなるでしょうか。ウディーヤの速度と大きさに非常に注目したい、ところですね。僕は芝のウルトをもらってルルのダブルとウルトとシールドをもらいながらモルガナのシールドをもらいつつウディアが走り回ってスタンを一人一人に決めていくっていう。しかもルルのシールドと MS アップもらった状態だと殴るとあのルルのあのパッシブもダメージ出ますよね。そして AP ルルの場合パッシブのダメージがバカにならないですからね。そしてなおかつ硬いと、はい。そしてスローエリア、ルールのスローエリアを持ちながらブラックシュルトで止められない。ちょっと楽しみですね。育ったウディを見てみたくはありますが、さあどういったタンクとしての動きを見せてくれるでしょうか。ここでそうですね、まだ始まりませんか。まだ始まりま始まりはないですね。はい、大丈夫ですか。はい、大丈夫です。ちょっと下が回らなかったまあ我々そろそろな何十時間スタートが23時でした。今4時50分です。かれこれ5時間とちょっとですね、はい。昨日はちょっと面白かったのが勝率がかなりブルーサイドに寄ってたんですけど、今日は比較ブルーパープルとこう分かれてるんですよね。そうですね、1戦目はブルー、2戦連続で次はパープル、パープル、そしてブルー、ブルーと来てますね。分かれてますね、はい、今あのランブルのキュピン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 っていうあのあのスキンの音ですね、はい、トゥートゥーってですねスーパーギャラクシーランブルの音が聞こえましたが試合はまだ始まらないようですね、うん、また聞こえました。これ今、そして今は振り返ってますね。まあでも今日は意外にこう予定通りというか時間的にはスムーズに進行してますかね。していると思いますね、うん、昨日はちょっと試合間が長かったというのもありましたし、ちょっとポーズが多かった感じはしましたね。今回はかなりスムーズに進めていますね。今1位がブラジルと東南アジアです、ね、東南アジアですか。ついでトルコとオセアニアと CIS が並んでますね、はいはいはい。これ4位争いが本当にわからないですね。タイブレイクあのだっていうんですかね、4チームなり3チームなりあった場合ってどうなるんですかね。どうなるんでしょう。そこのリーグで BO1 でまた総当たりあるんですかね。もしくはその相手に勝っ
ている場合に優先権選べるかもしれないですね。当たる次の一戦だけやると。でその一戦の相手をその中でマッチアップの中で有利を取っている、すでに1勝上げているチームに対して与えるということもありますが、完全にランダムでくじで引くという可能性もありますね。そのちょっとどうしても長丁場になりがちだと思うので、リーグ戦をまた行うということは考えられないかなと。ただ明日タイブレークない場合はかなり試合数少なかったはずですよ。それでも5試合ありますよ。あ、はい、はい、僕たちの感覚がそろそろおかしいことになる、はい、おかしくなってます。はい、落ち着いてください。ちょっとおかしくなっております。5試合っていうと、まあ多分ちょうどおはようございますって言いそうなぐらいですかね。そうですね、始発がもうちょっとかなっていう、はい、先ほどまでが5試合です。これが、もう5試合終わりましたよ。ですよね、これが6試合目ですからね。はい、6試合やりましたから、はいまあまあまあ、はい、そういうわけですけど、あ、リーグオブレジェンドのマウスパッドですね。いいですね。あれ、はい、いや今キーボードどこにあるんだろうと思ったんですが、ロシアのゲーマーのマウスパッドは見えましたけどキーボードは見えませんでしたね。あ、確かにそうですね、真ん前に置いてありましたね。はい、ロシアンスタイルですかね、噂の。あの縦に置いてるとかですか。はい、こういうやつですよね。いろいろありますよね。ありますよね。こうとか、何ですか、膝の上に、はあ、膝の上に置くプレイヤーもいますよね。やる方もいますし。これは確かジャングラーの方でしたかね。はいはいはい。ちょっと機材トラブルのようなものが。どっちのチームのですかね。あ、トルコのチームですね。トルコのチーム。はい。これが HR ですね。今、あ、やはり選手も疲れてますね。疲れてますね。時差が6時間ですか。かなり露骨でしたね。露骨でしたね。ちょうど現地時間の23時ですかね。やっぱり最後の方に試合が残っているっていうのは辛いですよね。しかもなんていうか、かなりこう精神的にガリガリと。あ、ないですよね。あ、ほん、いや、ありますよ。前にありました。あ、前にありましたか。はい、僕はちょっと見落としただけですかね。よかったです、ありました。よかったです。いや、これだけこう BO1 ですから、シビアな大会ですからね。メンタル面、まあ、体力的にもそうですけど精神的にもかなり疲労は溜まってるのかなという感じはしますね。僕も初めてアメリカ行きましたけど、ホームでやる有利って何なんだろうってすごい疑問だったんですよ。ワールドカップとかよくあるじゃないですか、ホームだから有利だとかよくあるじゃないですか。何が有利かって、応援の声援だとかよく思ってたんですけど、それよりも体調管理なんだなって。なるほど。あと食事、はい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 、あとお水、寝る場所であったりだとか。よくその日本代表のところで、フォーカス、そのスタッフのところでフォーカスされるのは、もうシェフを、日本料理ができるシェフを 3,4 人現地に連れていくんですよね、合宿のところで。はいはいはい、で食材も現地で買うんではなくて、もすでに持っていくと。ああ、なるほど。ああいう話は聞きましたね。もちろんそのワールドカップのような長丁場の場合は現地で買うこともあるでしょうけど、その前に事前にそこの日本の料理に使える食材が買えるかどうかをしっかりと調べた上で合宿の場所を決めるということも話していた記憶がありますね。旅行だったらいいんですけれども、なんていうんですかね、文化の違いで、例えばお風呂とか浅いじゃないですか。はい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 用の風呂ではないとかありますよね。体洗う場所であるだとかありますから、そういったのもまあ、あんまり意識はしないでしょうけど、それでも長時間いるとなると、その違いのところでちょっとずつストレスが溜まっていったりとかですよね。あとはこう全く分からないわけじゃないですか、交通事情とかそういったところが。ですからちょっとでもリフレッシュをしようとしたときにそう簡単にはできないというのもありそうですよね。 ありますね。まあ、あとはコミュニケーションが取れないっていうのは結構辛いんですよ。
まあ、一応例えば英語であれば一応英単語はいくつか知ってるわけですからジェスチャーもあってなんとかコミュニケーションは取れそうですが、トルコですからね。トルコ語何か知ってますか、一つ単語。いや全くわかりません。僕もわかんないですからね。選手たちそういったところも一つ大変なんだろうなという感じがしますよね。しかもフォーカスミは2試合目と昨日は2試合目と8試合目、はい、間に6試合ですか。6試合です。今日は2試合目と7試合目、間に5試合、5試合です。まあ、単純に1試合1時間で計算すると6時間と5時間空いてる。会場で待機してるんですかね。そういうことになるかもしれないですが、なかなかそれ難しいですよね。集中力を切らしてもいけないですし、かといって張り詰めていると疲労でダウンしてしまうし、そのコンディションのコントロールといったところでかなり苦労しているのではないかというのは想像は固くないですよね。あともう一個言ってたのがあれですね、アメリカ遠征の時に何でしたっけね、あのホテルの布団がやっぱり合う合わないで腰を痛めるっていうのを選手が言ってたんですよね。結構腰重要ですよね。この疲れの溜まった場合集中力を乱してしまう可能性もありますからね。おどうやら戻ってですね、さあ IWC 第6試合目 Day 2ですね。 Day 2の6試合目、トルコ代表の BJK vs CIS 代表 HR のゲーム見ていきましょう。また見れます。あ、幸運のダック。なんか声とかあるんですかね。あるんですかね。僕ちょっと聞いたことがないですね。ミニオンなるなりけて下手。結構なんか頻度多くなりました。もうあれ幸運のダックって言うんですか。でもあれ勝利の女神様みたいなコメントありましたもんね。でもオスかメスか分からなかったのでそっちが重要な。はい、そっちのだからどうしようかなと思って良いダメージ入りました。トリンミニオンのあるハリケテゲチテ。ここをミッドのマッチアップ的にはルルはかなり強いですか。特に序盤は非常に強いです。一方ブラッドはレーンはあまり強くないですから、ミッドは BJK が押し込む形になりますよね。トップはアウトサイバーサスランブル、ランブルの方が有利といったところでハードラムやはりスワップしましたね。ここで、CHF はちょっと対応間違えて対応スノーボールされましたが、 BJK としては何とかしてこのスワップに食いついていきたいということあると思いますね。さあランブルレベル1スレッシュとの殴り合い。そしてここをスワップすることによってウディールのレベル3のカウンタージャングル、レベル2のカウンタージャングル、といったところを封じることができるのも HR としては、まあ、狙いがあったのかなという感じがしますね。あ、ただそのままランブルは受けますか。受けますね。HR がプッシュしたとこういうところで、そしてなおかつトップサイド側のジャングルをウディールがしっかりと狩れたことによってレクサイはレベル3、レベル2になるためにはボットサイド側のジャングルに行かなければならないですよね。つまりフォーマンダイブがまずない、ツリーマンダイブがまずないというところでトップに行きましたね。ここ HR ちょっとどうなんですかね、ゾーニングされてるような感じがしますが、マーカイはされてますね。さらにはフリーズレーンはできてますから。これプッシュですか。いや、ウェーブのコントロールですか。はい、微妙なラインになりました。 HR 側もハラスをしようとしてちょっとプッシュしてしまったような。ただ今イグナイトを使ったことでランブルヘルスポーションもなくなりましたからね、ちょっと危険な形にはなってはいると思いますが。さあ、ウディア来てますよ。レベル3スタン、フラッシュアウトを選択、フラッシュさせましたね。これでよりゾーニングが楽になりましたね、 BJK。 ただし、武士のところに魔王界がトリンケットワードを置いたので、フラッシュアウト、こちらもフラッシュ、そしてカウンター、スタン決まった、打ち上げも決まっている。さあウディアの強さが一つ出るところ、イグナイトは決まっている。足を落とし返しましたね。ここ一つ BJK はかなり相手に圧力をかける動きをできてますね。ただ問題なのはルルがフラッシュを落ちている一方で
ブラッダー何もサマナスペルが落ちてないといったところ次のガンがちょっと怖くなりましたね、ミッドレーン。つまり、プッシュすることがちょっと難しくなったのかなと。ああ、なるほど。しっかりとサイドのリバーにワードを置かないとレクサイのガンが怖いですからね。ただレクサイはレースの前には置いてますね、ワード。はい、さあ待機、トップへのガンク、モルガナと合わせて入ろうという、いや、これカウンターを狙ってますか。ああ、狙ってますね。さあ入った、狙われてるが、ここにウディをきっちりカバー。今のでブラッドのコーストが落ちましたね。かなりハードランダム HR が、おっとローランズリング3つ有利を取り切ろうと、ああいうことですかね。ここまではさすがに初めて見ましたね。2つ買ってピンクワードとノーマルワード、そしてポーションというのが一般的だと思うんですが、3つからのクッキー3個ですね。かなりウディールがマップ全体に圧力をかけるような動きをしてますね。そしてそれをドランズリング生かして圧力をかけにいってますね。ドランズリング3つだとやっぱり序盤強いですか。強いですね、非常に強いですね。なんといってもマナの回復というのもありますし、ヘルスが非常に増えるというところも大きいですよね。これはさすがにドラッグそうですね、ファームさせるために、レクサイが手助けしてますね。ただ HR もフォロー早いですね、非常に早いですね。というよりミッドを育てようというのが彼らの狙いなんでしょうね。そしてブラッドがリボルバーを完成させました。これでかなり楽になりますね。さあレクサイはトップへ、ワードはないないですよ。プレッシャー仕掛けた、ランタンからフック決まっているが、ちょっとレクサイプリンクミスったが、どちらを狙っている。これをモルガナフラッシュアウトを選択、ちょっとフォーカスがバラバラになりましたか。そしてランブルのダメージが思った以上にスレッシュに入りましたね。それによってスレッシュが下がらざるを得ない、まあ、それがフォーカスがずれた理由になるのかなと。ちょっとここでランブルのフラッシュを落とせなかったというのは一つ期待かもしれないですね。落としていれば何か展開としては、はい、次のガンクがさらに決まりやすくなりますからね。マオカイがソロでファームできているレベルの有利はマオカイ得ています。それを生かして、まあ、スキルのベースダメージの高さ、そしてレクサイのダメージの高さを生かしてガンクしてランブルを一つ抑えることができたかもしれないですからね。さあストレーンがつお互いのチームともに圧力をかけているレーンにはなっていますが、そういえばすっかり忘れていましたが、ベジクター氏のミッドレーナーの方、はい、ルルが一番ピック回数多いんですね。ああ、つまり得意チャンピオン、はい、シーズンにわたってパッチ関係なくルルをずっとピックしてます。 5.5 になっても 5.4 以前でも 5.5 になってもですね、一つ彼の特徴になるかもしれないですね。じゃあ思い切ったこうビルドをやるというのもしっかりと理解をしているということがあると思いますね。さあ名付けるということです。さあスワップゲームここまでまだキル終わってないですが、ゴールドを稼いでのは BJK かは、それは AD キャリーのシエスタが鍵になっていると思いますね。シエスタが14、そしてミッドレーンのところで8、これがまあグローバルゴールドの若干の変化になっていく、関わっていくかなという感じがしますね。やはりリボルバーができたことによってブラッドかなり楽そうですね。ここからルルはちょっとつらい、レーニングが強いられると思いますね。というよりもむしろ狙いのレーニングのドミネートができなくなったのかなという感じがしますね。さあただそこまでは落ちているでしょうから、ドラゴンに先に走りましたね。はい、そしてトップにグレイブスとスレッシュがいるということから何の躊躇もなくドラゴンを取れるという判断しましたね。これでボットのタワーなおかつファーストドラゴン、
が相手にトップのファーストは渡していません。これを考えるとかなり BJK はうまくスワップに対して対応できているのかなという感じがしますね。さあそのままミッドに圧力をかけますが、ここは分かっている。おっとスペクテートが止まったようですか。おっちょっとラグっていますね。大丈夫でしょうかね。まあ、こういったこともよくありますけれども、それにしてもこのルールの、何ですか、飛んでいるピックスですか、ピックスですか、このこのピックスがあのミニオンになってますね。新しいなんか砲台ミニオンみたいな形になってましたね。ポロですかね。ポロなんですか、あれは。ポロ確かあポロポロでしたか。ポロですかね。いやライオットはポロ大好きですからね。いや我々も大好きじゃないですか。大好きですよ。いやまたあのアラームでポロのやつあったじゃないですか。しかもあれのポロキングですか。ポロキングのやつ、はいはいはい、あの時そのポロキングのモードの説明のところがすごく可愛くてですね、あどうなんですか、ポロが1年間このためにみっちりと練習を積んできたんだみたいなコメ紹介だったんですよ、ライオットの導入のところ。はい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 、はい、いやもうこれはやらもうそんなに練習してるんだったら遊ばないとという感じでかなり遊んだ記憶がありますね。あのひたすら投げ合うゲームでしたからね。ひたすら投げ合うゲームでしたね。とりあえず王様ができたら強い。はい。あ、そういえばそうらしいですね。そのアラームであのポロキングのあのサマナスペルあったじゃないですか。はい。が使えるように今後なるらしいという話を聞きましたね。そうなんですか。それがポロキングのモードなのか、サマナスペルこうあのポロを当てた対象にこう飛んでいくあのサマナスペル。でもあれって5人全員で持たないとポロキング栄翔すごい遅くて大変じゃないですか。ポロキングもしかしたら出ないのかもしれないですけどね。え出ないならどうするんですか。でもそれも1年に1回ですから、ポロキングが出てくるのは。えでもポロたちが練習したんじゃないですか。だからその練習台になるんですよ僕たちが。ああ、なるほど。という可能性もありますよね。なんかサモナーって悲しいね。確かにポロキングは出ない。アラームのポロ投げるってそれ雪だるま合戦。ただすごいですね、その HR の一番手前の方、はい、ここにあキーボードがあってマウスこうですよね。あ、こういう方もいますよ。あ、いますか。います、います。こういう形で操作を操作するっていう方いますよ。へえ、僕初めて見ました。ここでこうマウスやって、ここでキーボード。へえ。いろいろあるんですよ。いや、もちろん、その、他のゲームで、こう、いろいろ、まあ、LOL でもいろいろありますからね。あります、あります。キーボード縦にするのと、膝に置くのと、あと、何でしたっけ、逆にするっていうのとかあったり、いろいろあるんですよ。ありますよ。すごいですね。この子最近だとないですけど、昔だとあのいらないキー配列を全部、ああありましたね、自分で使いやすいようにあのやっちゃうとかもありますし、ありますよね。何種類かね、なんかねあるんですよ、こうやり方とか。膝の上キーボードとかもありますよね。まあ机が狭かったりとかそういった理由があると思うんですけど、モニターの裏側にキーボード、あ、そうそうそう、あります。こういうこと、そうそうそう、あ、まあ、一応顔は近くなりますよね。そういうことがあるんですかね。へえ。アイさんは？え、僕この状態です。あ、やっぱそうですか。はい、普通です。僕も普通だと思いますね。なかなか面白いですね。僕はあの普通のと、ただ普通でやるときは天気です。あ、はい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 、はい、僕も天気ですですね。ちょっとキーボードが横に長すぎるとマウスがカチカチぶつかっちゃってですよね。はい、あ、まあそれは人それぞれになるのかなと思いますけれどもね、うん、あ、 FM の試合は次、この試合の次の試合の予定ですね。はい、次ですね。頭の上でマウスはさすがに動かさないでしょう。反応しないですって、それちょっと盛りすぎですよ、いくらなんでも。今そのコメントは僕拾えっていう、なんかね、そういう意思が伝わってきましたよ。それは盛りすぎ、それは盛りすぎだと思います。それ LOL できない。だってこうやるわけですよ。絶対あれですよ、レーザーポインター使えないですよ。丸々のあのコロコロのやつですよ。
もう奇妙な人ですよそれマジで。マウスポインター動かないのにこうやってやりながら真剣にモニターを見てるわけですよ。まあいいですけどね。もう皆さんひどすぎます。あでも懐かしいですね、あのコロコロの玉の。あトラック、あ最近あのマウスあるじゃないですか。あのこのなんですか、あのこういう風に動かさないでここにマウスポインター動かすボールのマウス。あるんですか。ありますよね。なんていうマウスでしたっけ。トラックボールですか。トラックボールって言うんですか。ボールでぐるんぐるん。そうそうそう、コロコロ、はい、上側にあるやつですか、はい、あれをなんか使うと、あれじゃないとなんかあれ慣れてしまうと、あれじゃないとダメだっていう人がよくいますよね。あ SGP でもトラックボールで参加した方がいるって。あできる。へえ。今後そういうプレイヤーも出てくるかもしれないんで、そのマウスが一人だけあの違う、あもしかしたら違う、そうコロコロのマウスだったりする可能性も出てくるわけですよ。あそういえば昔マウスはこの裏側がボールでしたね。レーザーポインターではなくて、あのホコリが溜まってカチャッと開けて、そう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 、開けて掃除するんですよね。するタイプのね。懐かしい懐かしい。あれはいいよっていうトラックボール派。へえ。やっぱ慣れると手袋型。手袋型ってどういうことですか。マウスがこれで、えこうしてこういうこと。あ手袋をして、あーなるほど。あ手袋型の、へえ、そういうのもある。いろいろあるんですね。手動かさないで指先で全部操作ができるのがいいらしくてですね。指が腕が疲れない。あ手首が全然疲れないと。まあ、結構その最近ではその台湾のトイズ選手とかが一度ここの手首を怪我してしまって、それが酷使しますからね。でなかなか治す時間が作れなくて腱鞘炎になって一時引退まで、まあ、最近は復帰しましたが、はいはいはい、そういったこともありますからね。手首の怪我というのはプロプレイヤーにとって一つ懸念事項になると思いますよね。まああとね、目の酷使なんかもそうですけど、レボルさん、はい、メガネ変えましたよね。ブルーライトカットでしたか。あ目に優しいメガネにしてますね。ちょっと長時間モニターを見ることになるので、それの対策として。実際どうですか。いや、随分、いや、これをしてちょっと目が疲れたなっていう程度で済みましたね。あなるほど。もしこれしてなかったら多分頭痛が起きていたかもしれないなという感じをちょっと終わった後感じましたね。これしていてよかったなと思いました。そう、もうやっぱ変わるもんですか。随分と変わると思いますね。随分。何が変わるんですかね。全然目が疲れないんですよね。その長時間モニター、明るい発色のモニターを見てるとすごい目が疲れてきて、目の奥がしばしばしたり肩が凝ったりっていうのがあるんですけど。あやっぱ持ってる方いらっしゃるんですよ。僕もちょっと最近考えてるんで。これ2900円ぐらいで買いました、度なしの。あなるほど。あ、はい、コンタクトレンズが合わないんですよね、はい、あなるほど。昔使ってたんですけど、はい、あ慣れると手放せなくなるっていうこともあるそうですね。結構これ楽ですね。最初昨日ですか、昨日本当はこの話題しようかと思ったんですけど、レボルさんとおはようございますって言った時に、レボルさんメガネ変えてるおしゃれだと思ってかなりこのモニターだとはっきり分かりますね。色がね、はい、メガネに色がついてて、これは どうしようもないみたいですね。あつけないとダメなの。つけないというか、その透明なのはないんですかって聞いたら、ちょっとないですねって断られてしまいましたね。なるほど。まあ実際これをつけて外で回るわけではないので、まあいいかなと思って。まあモニター見るのって家の中もしくはこういった形ですからね。まあ、まあ確かにそう。僕もまさかその放送でこれを使うようになるとはちょっと思ってはなかったので、うん、あじゃあ元々は、そうですね、自宅で、はい、自宅で長時間、モニター見る場合、まあほぼ毎日かけてますね。メガニアで売ってるいいやつだと、いいやつってことはつまり高いやつだということですよね。まあそのあたりもね、うん、今後だから今腕はかなりその
プロプレイヤーとしていろいろ出てきて、今後目とか他の例えば腰であったりだとかもこうスポーツとして発展してくればいろいろケアをしていかなきゃいけないと思いますね。まあ、手首腰、まあ、腰も大変ですよね。座ることができなくなるかもしれないですからね。この前 EDG のミッドレーナーのポーンさんが怪我で、はいはいはい、あれは確か腰の怪我で病院入院してたそうなんですけど、まあ、BO5 のシーズンのところで最後のところポーン出ていきましたよね。戻ってきましたよね。ただ終わった後相当辛そうにしてましたからね。その腰といったところをしっかりとケアしなければならないですよね。なんかストーリーがあるみたいですけどね、試合を病院で見てて、うん、で3戦目落としたところで、あ、これはいかないとやばいと思ったそうですね。そういう意味では椅子なんかもね、今後重要にはなってくる、うん、なってくると思いますね。まあ、そういう意味では僕 e スポーツスクエアに置いてある DX レーサーのやつすごく欲しいです。え無理です。もうすっごい座り心地いいんですよ。あれはすごいです。あれあれば確かに腰は楽だろうなと思いますし、あのねサイトにサイトにいつないのに、はい、はい、あのアクセスしてて最近 PC を、はい、あの新調したレボロさん、はい、はい、そちらにございますので、はい、当分買えないですね。あ、はい、それでは、再開されたようですので見ていきましょう。ここで、あー、ルレはお日本モレノノミコンに進むようですね。そしてミッドの左右にピンカードを置いてますね。ドミネートしに行くという狙いが透けて見えますね。これに対して先ほどボットのファーストタワーを追ってなおかつドラゴンも BJK が取りました。スワップしてトップのグレイブスにレーンのところで有利を取れる芝とモルガナ当てるかと思ったんですが、そういうことはまだしませんね。しませんね。もう一度あフラッシュダウン。またロングゲームになった場合はやはりブラッドがいる HR の方が有利だと思いますがね。ですよね。かなり有利だと思いますね。おお、強気ですね。いやー、うまい。うまい。ここでボットを押し上げてからミッドのタワーを狙う動きを芝がするのかなと思ったんですが、そうではないですね。そのままボットのセカンドタワーまで取りに行きますね。そしてトップはフラッシュが落ちたランブルをしっかりとウディがフォローしてますね。マップ全体に圧力をかける形にしてますね。ただランブルこれウルトあるんですよね。ただマオカイもテレポートがあるといったところでちょっと気をつけなければならないですが、まあただレーニング戻さないんなら2本目まで取りに行くよという、そのままジャングル内に入っていって視界を取ってミッドのファーストをという形ですかね。ここでルルが帰ってしまっているのがちょっともったいなくはありますね。ここで連動していや、あ、ブラッドが捕まりましたよ。 W で逃げて今ヘルスがかなり減っています。ただカメラ上では、うん、映してほしかったですね。はい、サフックからボックススプレイン、これは逃げられない。ファーストボール取っていくのはアレクサイ。ちょっとマップ全体に圧力をかけようとしましたが、ちょっとワードがしっかりと置けていないことを考えて、おさあウルト W ないですよ。さあただイグナイトでこれはダウン、これは大きいですね。これミッドのファーストが多分魔王界がフォローに来たとしてもルルト芝のプッシュ能力の高さを考えるとちょっと厳しそうですね。モルガナのウルトもありますしね。ここ降りるとなると BJK かなり終盤のところで有利を取れると思います。さあウルトまで切っていくのはモルガナですか。まあ、タワーダメージ、いやタワーを取ってからですね。はい、いい判断だと思いますね。そこでキルを狙うのではなくミッドのファーストタワーを優先する素晴らしい判断だと思います。ブラッドはその W がクールダウンであるにもかかわらず甘えてしまいましたね。そのポジションをその甘えたポジションをしっかりと掴んだ BGK 見事な判断だと思いますが、やはり強気だと、はい、強気でしたね。裏目に出てしまったしというような、はい、その前のその
CHF に相手にはかなり丁寧に試合を運んでいたんですが、いやでもさすがのこのルール一番得意だということもあって、しっかりと使いこなしている感が見受けられますね。どこの時間帯までブラッドを抑え込むかですよね、このトランズリング3つを購入したいとしては、はい、そしてブラッディールが後ろから下入ってますか。ブラッド沼を使ったスローが当てられるかどうかのシーン、いやここはレクサイがきっちりカバー、しっかりとカバーしましたね。ああいった形で絶えず圧力を与えて、その間にどうするかなんですよね。 ただ単にミッドのファーストタワーを折ったことで満足してしまうとまずいと思いますね。ブラッドのスケールが止まらなくなりますから、ああいった形で何度も何度も圧力を与えるのが重要だと思いますが、それの前に敵のジャングルにワードを置いてレクサイにもプレッシャーを与える、マオカイにもプレッシャーを与えるような、そういった動きができるとより良いのかなという感じがしますね。確かに今マオカイノープレッシャーですね。はい、しっかりとファームができてますからね。ランブルに対してマオカイが 25CS 差もつけてますからね。さあここでミッドレインへの圧力をかけている、いやダークデイマンよく決まる。さあそしてルルのウルトですが、ここにブラッドはウルト返していきますが、イグナイトでダウン。さあそしてモルガナきっちり守りきるが、後ろからマオカイ、ランブルはテレポートあるんですか。さあフックはフラッシングからのフックは当たっていない。ランブルテレポート来ましたよ。さあランブル裏に来ている。さあイコライザーどう打つ、どう打つ、非常に難しい。いやー素晴らしい、きっちりグレームスに合わせていった。ただスレッシュのボックスが邪魔で追撃は無理と判断。マオカイを狙いに行く動き、マオカイはフラッシュアウトを選択しますが、シワは追撃を選択、フラッシュ、そしてウディアがグレームスをダウン。さあ完全に囲んでいる BJK、 レクサイを捕まえますか。レクサイはタワーダイブ、いやギリギリ届かない、はい、がスレッシュも未だに生き残ってはいる、時間は稼いではいますが、ウディアースタンからさあ芝に渡しますね。そしてドラゴンを取りますね。今の HR の反応も非常に早かったんですが、すぐさまブラッドがここで落ちてしまった。そしてウルトがヌルにしか当たっていなかった、あーというのがネックでしたね。最後までルーが生き残ってますからね、青バフもありましたから、しっかりと避けました。芝がカバーしています。そしてランブルが適切なタイミングで、おっとおっと、ただまだドラゴン戦で当たっていましたね。おっとこのウリアがダウン、ウリアダウン。さあそこから出てか、マオカイが3人に囲まれているが、グレームスとグレームスがフリーだ、グレームスがフリー。さあ HR も1キル返している。ドラゴンは取れなさそうですね。さあこのドラゴンどうするのか。マオカイローライフだがパッシブがあるために残りたい。スカットラを殴れば回復する、125のヘルスが回復。さあブロガンもう一度ダイニング、さあ捕まっているな、グレームスウルト。さあブリンクインからシバーが捕まるか、スペルシールドで打ち上げを防いだがダウン。素晴らしい。さあもう一度モルガナのスネアで狙おうというシーンですが、スレッシュフックを狙っている、捕まえた、あただ味方が反応していない。 BJK としてはミッドレーンのところで有利を取ることにちょっと固執しすぎた感がありますね。今のところでドラゴンを与えてしまって、でそれで他のところの立て直しを図るべきだったと思いますね。今の欲を変えたというか焦ってしてしまった形で傷口が広がってしまった感がありますね。今ので HR は若干立て直したような感じがしますね。ただ気になるのがミッドレーナー同士の装備差ですね。ブルガーラージロットまで完成している一方で、まだブラッドはアビサルができていない。金額差というのがかなり大きいような気がしますね。3デッドもしてしまってますからね。ここでレクサイが4キルを取っていることをうまく活かせるかどうかですね。レベルは10、ウジルが9というところで、レクサイはタンクに行くみたいですね。ミドルエンチャントということはかなりレートゲームを試行したビルドにしてますね。おっとミニオンブロック、そして AD キャリー同士の CS 差、そしてゴールド差というのがちょっと大きいのかなという感じがしますね。 30CS 差があって、なおかつ1キル分のゴールド差がありますからね。だいたいそうですね、800ゴールドくらいの差ができてますかね。
600ゴールドか。ただ HR はオブジェクトが取れてないんですよね。そうなんですよね、タワーが一つも折れていない、マップのコントロールをまだ取り切れてはいないんですよね。ディフェンシブなワードを置くことで相手の動きを早めに察知しようということをしています。なおかつしっかりとピンカードを置いて ジャングル内にワードを置かれないような形がしていますか。これ狙ってますね。予測で打って、おっ取ったワード視界ありましたか。ないですよね。読んでいましたね。音ですかね、もしかしたらブラッドの。ただどうやって確認したんでしょうね。ワードありましたか。いや、なかったです。いまだにミニマップで確認してしまったんですけど、どうやって青バフのヘルスを確認できたんでしょう。本当にいや、わからないですね。どうやって確認したんでしょうね。読み予測ですか。ですかね。経験だと思いますね。ああ、釣られてしまいましたね。ウィアマーベイトしたところ、イコライザーが完璧に当たりだ。さあ、マオカに狙っていったら、グレイブスがバーストを出した。これはタワーを殴って逃げる形を取って、いや、ここまたモルガナ。スネア今回何回やっています。そしてルルが来ますよ。ブラッドも来ます。このままさ、セカンドタワーを支持というのは難しそうですから、赤バフのスティール、これをルルがフォローという形にしますか。ちょっと無理はしないですか。無理ですね。フォローというか、まあ無理はしませんね。はい、ルルはヘルスも、まあ、のマックスなんですが無理はしませんでしたね。今の結構いい当たりだったと思うんですが、 BJK グレイブスが素晴らしいウルトで 対抗しましたね。ドットダメージにはバーストガードというばかりかそういうような動きでしたね。あそこにルルが加わって、早めに加わっていたとしたらちょっと分からなかったですが、徐々に HR は集団戦のところで対抗できるような装備が整っているような感じがしますね。そしてルルのビルド面白いですね。裸足のルルですね。本当ですね。そして帽子ではなく、やはり対抗ですね。コースフラッシュはありますが、イコライザーはまだウルドはないんですよね。フラッシュを切ったとしてもこれは厳しいか。いや、うまく逃れり切れますか。いやー、これどうだ、このチェイスどうなる。まだ生きているフラッシュイン。その間に他のところ BJK は今のトップ捨てる判断ですかね。寄りませんでしたからね。はい、そのまま芝はボットのセカンドタワーと交換を狙いますか。さあ、ボットタワーに行っていますね。それに対して HR どういった行動をしますか。ミッドを押し上げて、ミッドのファーストタワーを触れないようにした上で、ボットのセカンドタワー、あ、ミッドのセカンドタワーを守る動きしましたね。そしてボットにマオカイがテレポートしましたよ。挟まれてますね、芝が。さあ、ボットレーンにテレポート、芝捕まりました。ニアはスペルシールドちょっと張ったかのように見えたんですが、防ぎきれませんでした、ね、フラッシュとヒーロー使ってなんとか回避しました。この間にミッドのセカンドタワー、ブラッドのヘルスが削れてますからね、狙いどころだと思います。狙ってますね。おっと、惜しい。ミニオンに E を当てて Q を遠距離に打ちに行きましたね。マオカイが来ることも考えると下がらざるを得ないですよね。ちょっと互いにこうオブジェクトを取り合う形になってますが、取れているのは HR のトップのファーストタワーだけですね。 BJK はカウンターとして動きはしましたが、狙い通りにはいきませんでしたね。お互い一歩も譲らないこのタワーの取り合い。ただここで HR としては試合の展開が一つスローダウン、おっと狙いますか、した形になってますからね。そしてドラゴンまでに芝のウルトがないというのも一つ大きいのかなという感じがしますね。さあ、そしてスカットラドラゴン前にゲットしたのはダブルを使わせました。さあ、9、1回ネクロノミコンが発生すれば回復量がかなり低減されますか。はい、40% のヘルスまで削った時に回復量が半減ですからね。ブラッドに対してはかなり効果的なアイテムというと思いますね。そして HR 当たりに行った、ルルを捕まえてウルト使う暇なかった。一瞬でダウン、そのままシバナも捕まえてダウン。ランブルは逃げるように、いや、イコライザーを一応敷いた。いや、いいダメージだ。グレーブスが落ちた、ランブル素晴らしい。
1V45 あたりで囲まれていましたが、ただドラゴンは HR が取りそうですね。ちょっと今のところ BJK もったいないというか、ルルを素早く潰した判断、 HR 非常に素晴らしかったですね。ルルにウルト使わせませんでしたからね。フラッシュすら使わせない CC チェインで見事ドラゴン、そしてミッドのファーストタワーまでつなげましたね。さあ HR 一気に盛り返した。ミッドのファーストタワーは取りたいところですが、取れないですか。取れないですね。今のところランブルがフォーカスを受けたことによってブディルが生き延びた、それによってミッドのファーストタワー守ることに成功した感がありますね。ルルではちょっと間に合わなかったのかなという感じもしますからね。ボットのファーストタワー折れましたね。徐々に HR が返せていますね。BJK としては集団戦を起こしたいんですが、その前のところの視界のコントロールに失敗してピックアップされて、チャンスを潰してしまってますね。 HR がうまくその隙を狙っているということもあると思いますが、さあつまりワーディングでは少し HR が上回っているということだと思いますね。ミッドのファーストタワーを打って敵のジャングルに入りやすい環境、もしくはアップのコントロールを取りやすい環境にもかかわらず取り切れていないというのは、この HR のマップのコントロールが非常に優れているということだと思うんですよね。まあ、もちろんその前のところでトップやボットで散発的な戦闘が起きていたから、どちらもワード置きづらかった、その間に BJK のワードが切れていたということもあるかもしれないですね。ここで一つ試合の流れが止まってしまったことは BJK つらいですね。一つ流れが良かっただけに、はい、非常に綺麗にこうタワーをどんどん取っていきましたよね。しかしセカンドタワー、次はもしくはドラゴンバフのコントロールまではつながっていない。 HR がしっかりと対応できてますよね。3スタックにリーチをかけているのは HR ですからね。これがそのブラッドの集団性の能力に関わりそうですよね。そしてラージロットアビサルまでできました。完全にブラッドパースパイクに変えたと言っていいと思いますね。ジネドアグラスまでできたとしたら手がつけられなくなりそうな感じがしますが、さああと少しでブラッドがというところです。そこを狙いに行きたいのは BJK、 揃う前に狙いたいはずですね。どうしてもルルがドランズリング3つを装備買いましたよね。装備欄が圧迫されてピンクワードが変えてないんですよね。今購入しましたね。ようやくです。しかもリング1つ売ってますからね。そういったところでマップのコントロール、ミッドのファーストを打った後のマップのコントロールにつなげられませんでしたね。さあもう一度トップレーンレフさん入っている。いやーここも捕まえたがイコライザー、ただこの2人は硬いぞ。いやーその上を堂々と歩いていくレクサイとマオカ、イコライザーの上スローがかかるエリアでしょと言わんばかりのこのガンクの仕方。全くマジックリスト一応ソラリブンがあります。結構装備が揃っているにもかかわらず減らなかったですね。そして BJK としてはもったいないというか、トップでランブルがフォーカスを受けている形であるにもかかわらず他のところでオブジェクトが取れるような動きができてないんですよね。それは先ほどもありましたよね。ちょっとそういった部分でいうと味方がベースに帰っているような状況、もしくは前に出れてない状況にもかかわらず押してしまっているランブルの判断というのが良くないのかなという感じがしますね。さあ少しアンバランス焦っていますかね BJK。 焦っていると思いますね。おっとただこれレッドバフありますよ。ああうまく逃げましたか。フラッシュインフラッシュアウト級、ああそっちうまいですよこれは。ただ読んでいるこのウディア、テレポート。そしてミッドのセカンドタワー、ファーストタワーが降りてしまいましたね。魔王界非正感、なおかつ芝のウルトとフラッシュとヒールが落ちてます。かなり大きいですね。ビッグプレーだと思いますね。次捕まえられますからね。もちろんグローリーを使って捕まえられますよね。いやこれはちょっと今のところ芝としてはそういったサマースペルを落とす価値があったのかというのは一つ疑問ではありますが、
ただランブルの上位仮面が完成したことによってマオカイやレクサイにも持ってましたよ。持ってましたか。はい、ゾーニャが完成したところですね今。ちょっと辛いですね BJK グローバルゴールドのところでは。徐々に詰められていってますよね、はい、最初のところ一番減れていたタイミングで4000ゴールドから3000ゴールドの差だったんですが、徐々に詰められて今400ゴールドですからね。さあ有利になってきている HR BJK は少し焦りが見え始めている。こういった時は一つ流れを変えるために何が重要なんですかね。そうですね、ここ難しいですが、このサードドラゴンというのを一つ重要視をしたいと思いますね。相手に取らせたくない。そしてそこで5-5、5-5を集団戦を行うのではなくてピックアップを狙うというのが一つ鍵になると思いますね。ただ集団戦にしますかね。あ、ゾーニャも完成してました。どっちもさっきガンクをもらった時に完成してた。ちょっと弾丸僕たちもさあルーノールドからウビアが突っ込んでいく。グローリーを発動させてスタンをバロマンポジションですが、さあフックで逃がさないのはスレッシュ、ボックスで囲んで、さあウビアを狙いに行くようにイクライドを打って、いやーこの逃げ道を完璧にランブルが塞いでいますが、裏ではブラッドが仕事をしました。そしてルルとの相打ち交換、いやそしてマオカイが追撃、ランブルのヘルスもないですよ。さあもう一度フック、 HR うまく返しました。ブラッドのポジショニング、まあ、倒されてしまいましたが非常に素晴らしかったですね。今4人、3人にウルト当て、なおかつ、見えない位置からダメージを出し続けてましたね。ウルがすぐさま反応して倒しに行きましたが、惜しくなかったですね。さあそのままバロンですか。ここですね、ここから入っていきましたよね、はい、ただ捕まえきれなかったんですよね。でこの後のフォーカスですよね、 BJK がどうするのか。ウリルが捕まってしまった。そしてここでマオカイが分担、ブラッドのウルトが当たっている。うわマオカイしかもダメージ出ると判断してウルト切ったんですね。切ったんですね、キャリー2人に入ってますからね。キャリー2人を抑え込んだブランド、あグレイブスしか抑え込めなかったランブルといったところで差が出た感じがしましたね。あそしてもう一度同じようなシーン、そこダークキメンが決まっている。ランブルと上がってますよ、ストライダーも上がっているがランタン。さあバロンバコ持っていますが一度バックをするのは一応あるバロンバコを持っている相手に強気に CG を持ってくる。グレイブスウルトを張ってミニオンウェーブをロストさせる動き、そしてこのままドラゴンを取りに行きますか。さあここどうなるか、ピックアップを狙いますか。狙いますね、狙っている。ちょっとピックアップを狙いに行くとは判断も、いや一直線に並んではいる、並んではいる。グローリー発動、マオカイどこに狙いに行く。まだ硬い芝を狙いに行ったが捕まえきれない。ただ前に張っているが、前から狙っていっているのは BJK。 さあ前線に出てモレガラのウルトガラのゾーニャー、さあ1人ワンスタン、スレッシャーワンスタン、マオカイがまだ前線ではゾーニング中ですが、グレイブスが完全にフリー、グレイブスがフリー、まだフリー。ただドラゴンのダメージで非常に痛いところ、レクサイが3、いやルルのウルトで3人打ち上げましたが、やはりグレイブスがフリー。さあランブルが一度返しましたが、今度はブラッドダメージを出していく。4-1交換、いや非常にフォーカスの切り替え非常にうまかったんですが、グレイブスに対して圧力をかけきれませんでしたね。ウリールが狙ってはいたんですが、かなりヘルスをすぐさま削られてしまって、あ狙っていたことができませんでしたね。いやは HR は狙い通りの展開を途中からしていて、そして完全に主導権を握り切りましたね。4000ゴールド逆転しましたね。強いですね、強いですね。 CIS 代表 HR、 これでもし逆転すれば逆転ゲーム2度目ですか。2度目だになると思いますね。こういった BO1 でこう逆転劇を決めるチームというのはなかなか珍しいと思いますね。かなりこうメンタル面が強いのか、もしくは自分たちの能力に自信を持っているのか、素晴らしいですね。さあ一
気に有利を取った3400ゴールドの有利を取っています。まだもうそろそろバロンのバフは切れますが、セカンドターンを守ることはできなそうですね。途中が切れましたね。サードタワーに圧力はかけますか。やはりウェーブクリアは早いですか。早いですね。ルルと芝、そして芝がスタティック芝を積んでますからね、かなり早いですね。ここから HR として、あ、トラップ、ああ惜しいですね。今普通に歩いてくればあの位置でしたね。はい、レイトゲームの強いチャンピオン BJK、 ちょっと、まあ、一応芝はレイトゲームでもダメージを出せるチャンピオンですが、ウディールがもしここフローズンハートができてたとしたら、ルルとのシナジーもあって非常に強力なフロントラインになれたと思うんですが、まだできてないんですよね。それがこの展開ちょっと BJK をかなり辛くしているような感じがしますね。もし、これどうなんですかね、シンダーハークとルルのウルトってどう何かしらシナジーってあるんですかね。ああ、どうなんですかね。ちょっと今気づいたので確認はできてないんですが、最大 HP をルルは固定値増やすですよね。はい、シンダーハークボーナスヘルスを 30% 増加させるという。ああ、ありそうですね。ありそうですね。さあ、これ当たりに行く間を返すね、決めているルル自身にウルトを打ってリセンゲージするフラッシュアウト選択、フラッシュインでブラッドが入っていくところをウディアがかわす、冷静にスタンを決めて追い返していきますが、ただパワーゲットブラッドのウルトでがっつり減りますね。そしてランブルがウルトありますが、フローズンハートどうやら完成しましたか。しましたかね。してますね。これで一つ集団戦のところは楽になるとは思いますが、問題はこのブラッドをどう対処するかですよね。 W の沼によるスキルの無効化、そしてハワグラスによる無効化、この2つがありますから、捉えきるのはなかなか難しい。なおかつサステインも非常に高いですからね。そしてブラッドばかりにかまけているとグレイブスがダメージをしっかりと出しますからね。フォーカスの切り替えでチャンスを見逃さないしたたかさというのがここから重要になってくると思いますね。したたかさですか。はい。いわゆる冷静な判断、ね、はい、冷静な判断ですね。焦らないことですね。まあ、ただお互い次のプレイがキーになるだろうということで、ちょっと冷静になってますかね。そうですね、一つ落ち着いてはいますが、次のドラゴン、バロンですかね。HR としてはバロン周辺の視界を取りながらも、すでに今現時点でボートサイドの奥のジャングルの視界が取れてますよね。ですからバロンに圧力をかけながら、誰か一人、例えばブラッドやグレイブスに単体でドラゴンをやらせるということももしかしたらあるかもしれないですね。さあ、そのあたりをどのように HR 動いてくるのか。そしてちょっとやはりソラリがないというのも僕はちょっと気になってる、ね、気になりますね。 BJK が、はい、イージスですらないですからね。集団戦でダメージの方に特化した感じはしますね。一応当たったがウディアのためいけない、硬い。もう一度フック、ここはブラックシールド、さあ行った、レクサイが当たりに行ったがタンクをうまく避けているが、こう裏からブラッドが入ってくる、ルルが一生懸命逃げている、ウルトのダメージが非常に怖いが、魔王界のスネアは自身でウルトを打って、ルルがダウン。さあランブルイコライザーでゾーニングをしていて、その後に狙いに行くのグレーブスを落としたが、ここに魔王界とウディア、魔王界と、いやブラッドがブラッドの火力が凄まじい、そして非常にタンクだ、そしてレクサイは上の方で生き残っていた。この3枚前線が HR 非常に機能しています。いや、ちょっと今のフォーカスグレイブスに合わせましたが、たとえブラッドに合わせていてもグレイブスが
同量以上のダメージを出していた可能性も考えるし、ちょっとこう第5の集団戦を行うのはやはり今のを見ると難しいのかなという感じがしますね。ブラッドが本当に素晴らしい動きを見せてましたからね。それによって芝とリルが完全に完封されてたような感じがしましたからね。さあインビターを削る、ああやはりクリアがブラッドの火力が非常にマジックリストがないですからね。ただアーマーをつけますよ。はい、もうグレイブス対策といったところでしょうね。でここからのブラッドの動きが素晴らしいんですね。横から入っていくキャリー陣に対してブラッドウルト2人に当ててますからね、はい、縛るに当たってますからね、はい、スーライダーで、あ、ゾーン屋をモルガナが打ってというか、はい、いや、ブラッドの動き素晴らしいですね。ランブルも同じだけ素晴らしかったですが、装備差、そしてグレーブスも育っているといったところで集団戦の差ができてしまいましたね。 BJK としてはフォーカス合わせる判断が非常に難しいですね。グレーブスをしっかりとフォーカスして倒し切ってもこれですからね。さあテレポート、ホームガード TP か、ホームガード TP だ、ホームガード TP だ、ランブルを狙いに行く、イコライザーでブラッドがかなり減っているが、さあここからの集団戦ごちゃごちゃにはなっている。ブラッドのウルトが入ってからの沼、まあ、イグナイトでダウンはブラッドはしない。ゾーニャがある、さあ芝がフリー、芝がフリー、グレーブスはグレーブスもフリーだぞ。さあここからの展開、まだ AD キャリー、いやただ芝が捕まった、魔王界が硬い、魔王界が硬い、ヘルスがまだ8より残っている。今のはジャングル内の視界 BJK取れてなかったんですよね。距離的には通常攻撃、シビルがブラッドに対して打てる位置ではあったんですが、視界がないから全く殴れなくてどうしようもなかったですね。素早くウディルをフォーカスして切り替えていれば、あー勝つ可能性はあった当たり方でしたが、ランブルのルートが素晴らしかっただけにちょっと視界の差といったところが響きましたね。さあこれで逆転劇、勝ったのは CIS 代表 HR となりました。選手たちも喜んでたすぐ立ちましたね。かなり素晴らしい逆転劇でしたからね。いや、このブラッドの方の集団戦の立ち位置、キャリー陣に必ずウルトを当てるあの動き方、本当に素晴らしかったですね。いやー、BJK としては途中まで狙い通りに進めていただけに、まあ、惜しい試合になりましたね。さあ次の試合ブラッドがバンされるかどうかっていうところもありますよね。気になりますね。さあ次の第7試合に、準備がありますけれども、第7試合は日本ですからね。日本のチーム、出てしまう他スミが出ますから、まあ、そちらも、楽しみにしてですねお待ちください。それでは一旦失礼いたします。